こんにちは、ザキツカです。今日は千葉県にある大東漁港に来てます。駐車場は広いですね。で、駐車場の目の前にトイレがあって、右側が漁港ですね。で、左側が海水浴場、砂浜がブワーッと広がってサーフィンとかしてる人が結構いますね。こんにちは。今日は何か釣れましたか？いや、これから。あ、これからですね。僕もこれから釣りしようかなと思ってます。こんにちは。なんか水分が低いから魚が釣れないみたいですよ。あんまいない感じですか？水分がどんどん低いみたいな。ああ、寒い、水温が低いと、サバがね、なんかどんどん強かった。ああ、なるほど、はい、そうですよね。まずい、寒い。あれが海岸と右が漁港ですね。あー、風強い、寒い。あー、寒い。やばいやばい、これあんま釣れてないですか？釣れないね。フグばっかりですよ。フグ、フグですね。フグばっかり。あー、じゃあ僕もフグ釣りに行ってきますんで。あー、寒い。この辺かな？この辺なんか釣れそうじゃない？あ、でも魚影が全くないね。やっぱあの辺かな？あっちの方が釣れるのかな？もうちょっと向こう行ってみよう。こっちはどうなんだろうね。この辺釣れるのかな？ここが釣りポイントなのかな？あ、やべ、晩になる、立ちションしてる。おちんちんが見えちゃう。海にポロンして大放出中、大解放中です。危ない。あー、これで大丈夫、今大丈夫。もう閉まった。さっきポロンしてた。ここ登れるの、登ろう。砂を、あー、砂だ。あー、砂、ああ、足が砂だ。よいしょ、よいしょ。ここを登っていくんですね。あれ、どこまで行けんのこれ。あ、そう、あそこ、あの下とかなんかいそうじゃない。あれ、赤堤防いいんじゃないですか。ここにしましょう。これいいですね。ここね、綺麗な海ですね。はい、これでね、一応、釣り竿セットが完了しました。投げ、ぶっ込みですね。ぶっ込みセット完了です。あれ、釣れた。あれ、釣れたかな。あれ、フッキング、鬼フッキング。釣れた。釣れ、あー、うわー、フグだった。フグが釣れました。フグ、フグです。なんか餌取り、すげえ餌取りが多いなと思ったらフグだった。それ餌取りされるよな。フグでしたね。おー、暗くなりますね。ようがもう見えないです。ここ真っ暗になったら本当に真っ暗になるから危ないから、暗くなる前に戻りましょう。片付けてね。ここはね、暗くなったらもう本当に街灯もない、何もないから真っ暗になって本当危ないですから戻りましょう。
ッシュ。とりあえずね、フグが1匹釣れました。フグだったな、まあ、しょうがないですね、はい、とりあえず坊主ではないんで大成功ということにしておきましょう。移動しよう。